チャーチャクバスです。今私はチャンギ国際空港にいて、今ねこれからチャンギ国際空港から、ニュージーランドのオークランドに行くんですけども、その間ねこちらシルバークリスラウンジ今回ね利用させていただこうと思っております。まあ、今回ねこちらを紹介ということです。それでは行ってみましょう。それではね、ラウンジの中入って、シャワールームに来ました。で、ここはね、どうやらそのまま使っていいみたいなんで、歯ブラシとクシとシェーバーとマウスウォッシュとね、あとシェービングクリームがついてますね。あとドライヤー、これあとあれですね、拡大する鏡で、こんな感じで、まあ、結構ね、こじんまりとしてますね。でこちらシャワーブースです。こんな感じになってます。で今ね、午後4時ぐらいなんですけども、まあ、これからね、シャワーブース混み合うと思うんで、先にシャワー浴びたいと思います。では、シャワー出ました。残念ながらね、ドライヤーが壊れてるんでね。まあ、そんなわけないでいいんですけど。残念ながら、ね、さっき色が。コンパクトなシャワールームなんで結構暑いですね。
まあでもね、シャワー浴びれるだけいいとしましょう。ではラウンジに戻って、ね、ちょっとゆっくり、パソコン作業で、ね、したいと思います。それではね、ラウンジの方に戻ってきました。ひとまずここで、あと 3,4 時間ぐらいですかね、ゆっくりしたいと思います。トマトジュース、どこにでもあっていいですね。最高です。もうちょっとしてお腹が空いたらね、食事なんかもちょっといただこうかなと思っています。いや、このラウンジね、本当にすごい広くて、スイーツなんかもね、カートでね、あの一人ずつ運んでくれたりね、そういうサービスもあるみたいですね。で、ここのラウンジはちょっともう一回調べておきますけども、このラウンジはシンガポール航空 の、の利用者じゃないとどうやら入れないっぽいですね。私スターアライズホールでも入れるのかと思ってたんですけども、ちょっと確認しておきますけども、ちょっともしかしたら入れないかもしれないですね。そんな情報をちょこっと聞いたりもしたので、ちょっともう一回調べて、ここら辺に、ね、字幕で出しておきたいと思います。それではね、もうちょっとゆっくりしたいなと思います。にしても本当にこう広々として、ある程度人が入ってもね、全然大丈夫なんじゃないかっていうぐらいの広いラウンジになってます。それではね、夕食です。こんな感じでいただきました。いただきます。ブリ、あ、癖が強いのかな、全然そんなことない、美味しいです。辛い、辛いな、これ。サラダも美味しいですね。予想外のこの辛さ、美味しいですけどね。ドレッシングにごまドレッシングっぽいのがあって、ちょっとかけてみたんですけど、ごまドレッシングですね。海外でもあるんですね、ごまドレッシング、うん、とても美味しいです。これね、食べてあと何時間ぐらいだろうな、あと3時間ぐらいですかね、飛行機まであるんで、ちょっとパソコン作業したいと思います。食事から食べ物、何でもありますんで、いいですね。これはぜひチャンギ国際空港に来た際には、ね、利用してほしいですね。それではね、ラウンジ出ました。今回はね、チャンギ国際空港にあるシルバークリスラウンジを紹介させていただきました。本当にね、ここ広くて、料理もね、時間帯によってある程度変わってるのかもしれないですね。ちょっと、入った最初にね、あった食事が、帰る頃にはなくなって他の食事に変わってたりもしてたんで、そういうのもあるかもしれませんね。でね、食事、シャワー、アルコール、全てありますし、PC デスクなんかもね、ありますので、そういう意味ではね、とてもおすすめのラウンジとなっております。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、もしよかったらチェックしていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。